考えてる。2枚とか。ちょっと面白い。あれ中央線なの。はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ向こうの技術課と行きましょう。はい、こんな感じでね、あの板車もね、見えますんで、ここで。さあさあさあ、こちらをね、開けてもらうと、よいしょ。はい、このブルーシートの上は土足のままで大丈夫ですのでね、この奥、右手が女子、左、ちょっと見えないけど、左手が男子トイレになってます。はい。はい。で、じゃあ、こっちから行きましょうか。はい。はい、こっち、あの、ブルーシートから外れる際は、靴を拭いてもらって、工芸教室。工芸教室、工芸教室？技術家棟だから、物を作るとこだよね。そうですね。あ、この椅子懐かしい。あ、これね、これ懐かしくない？はい。この椅子、そうですね、あの彫刻刀で彫っちゃダメですよそんな悪はしちゃダメですよ。はい、当時のね、草がボーボーですね。自然を感じますはい、じゃあこんな感じで次の教室行きましょうか。あ、ちょっと撮影が入ってますね。はい、はい、じゃあ次の教室へレッツゴー。あー、校長先生とすれ違い。はい、次、工芸準備室。工芸準備室ちょっと狭いね。道具とかあるのかな、はい、特に道具はないよね。危ないしね。はい、はい、なんか変な機械が1個あるんですけど、これは何の機械なんですよね。ローラーが2個、プレス機かな。あれだよね、ゲーム機。あー、なるほど。あ、こんな、ね、あの技術とかに使うやつですね、これ。はい、じゃあ次はね、こっち行ってみましょうか。長い廊下を、長くもないかちょっと廊下行ってね、一番奥から行きましょう。木工教室。木工教室、木工教室って、あの木とかやるやつだよね。はい、こちら木工教室です。はい、特に道具はないですけど、こういうね、大きなテーブルとかね、なんか使えたらいいんじゃないでしょうか。はい、こちら生徒入室禁止になってるけど、どうなんでしょうね。ちょっと怖いので、あの こんな感じで、あの手だけこう見せます。はい、はい、なんかいろんな工具とかあるんでね、ちょっとこっちは行かない方がいいかもね。はい、行ったらあかんのか分かんないですね。ちょっと工具とか残ってるんで、行かない方がいいかもですね。こんな感じで、なんかいろいろ残ってますね。はい、はい、じゃあ次はね、これ外からじゃないと分かんないね、何室って。一回外出よう。はい、次は技術準備室。あ、こっちもね、なんかいろいろ残っ、あ、ここすごいいろいろ残ってますね。おー、すごいすごい。変な時間
ラジカセ？いいラジカセが。どこどこどこ？はい、あの川梨さんなんで、ね、ちょっとね視野がね悪いんですよ。ドライバー、あ、盗んじゃダメですよ。万引きとかいろいろ置いてありますね。はい。はい、そんな準備室でした。ここは狭いね。ここほんといろいろ残っちゃってるね。はい、じゃあ次。これなんて読むの？金コース。あ、もうびっくりした。炭治郎って書いてあるのかと思った。幸次郎ね。幸次郎さんのなんか名札が書いてありました。あ、なんか書いてありますね。いろいろ。うん。なんかすごいいろいろ書いてある。さあ万力があったりとかいろいろ残っておりますね。工業系のなんかやるやつがあったら面白いんじゃないでしょうか。あ、こっちもなんかいろいろ残ってるけど、うん、なんか残りすぎだから、あ、ちょっと工具とかあるんでね、ちょっとこっちはやめときましょう。はい、こんな感じでね、いろいろ残ってました。はい、じゃあお待ちかね、一番技術家棟で、はい、一番綺麗な場所、うんうん、神聖な場所でもあるのかな、あの武道場じゃないけど、そんな感じのところ行こうかなと思います。はい、もうすでに顔なしさんギブアップです。さっきね、あの実はサバゲしてきたんですよ。で、あのまだ熱抜けてないですよね、体の。まだこもりますか。まだあの芯から温めたからちょっとね、まだね、あのその熱がね抜けないのよね。はい、ちょっとね、あの足元がふらつきながらね、あの歩いております。はい、じゃあ左から行きましょう。はい、こちら剣道場ですね。一応僕は脱ぎます。はい、はい、こちら剣道場です。いい感じの広さではないでしょうか。いいですね。当時の広さっていうか、本当にね、剣道のアニメとかあるのかな。卓球部とかなんかいろいろありますね。卓球と剣道かな。そうですね、うんうん、当時の物質もなんか残ってるみたいですが、まあ県内で置きましょう。はい、はい、じゃあ次があれですね、なんだっけ、霊峰堂、はい、霊峰堂、こちらはですね、靴を脱いでいただいて上がってください。霊峰堂、はい、お座敷になっております。お座敷になっております。あ、こんにちは。あ、撮影しても大丈夫ですか。はい、こんな感じでね、和室になっております。はい、和室ですね。障子とかあるし、この奥は何だろうね。この奥になんか一個部屋がありますね。あ、なんか給湯室みたいな感じだね。はい、ね、はい、はい、ここはお水多分飲めませんって書いてあるんで、はい、うん、あのお水は使わないようにしましょう。はい、さて、サバゲありがとうございます。どうですか、楽しんでますか。大丈夫ですか。あ、体育館行きましょうか。先に、はい、体育館行きましょう。ちょっとね、足元危ないんで、僕たち本当に着ぐるみでは本当足元が見えないんで。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ツイッターのフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。
バイバイ。